です。これから画像検索を用いた語義別画像月の辞書の構築と題しまして、長岡技術科学大学の西山から発表を始めさせていただきます。まずはじめに参考文献はこちらの、文献を参考にしました。概要ですが、この文献では論文では語義別に画像が付与された辞書を画像検索を使って人手で構築したということが主な内容です。その際に検索語セットというそのクエリを作成して優先順位をそのクエリがいくつかできるんですが、その優先順位を付与することで自動的にその検索語を生成できないかっていうのもやっていて、実験によりその優先順位の優先順位付けは妥当であるという結果が得られました。また画像が付与できる語義とできない語義っていうのがあると思うんですが、それらの品種との関連性に着目し分析した結果、39,251 語義に対して 94% は画像が付与可能だというふうな結果が得られました。この他にも、画像の、品種以外の分析も行っているんですが、時間の関係で今回は省いています。背景になります。まず画像が付与された辞書となぜ必要なのかということですが、利点としては文字情報だけでは得られないような視覚的な情報が得ることができるというのが大きな利点です。応用先としては教育分野や言語横断分野、また子どもや異なる言語の話者、文字の認識が困難な人とのコミュニケーションを助けるツールに使用されているという文献もあるそうです。この教育分野とか詳しく書かれてないんですが、例えば、何ですか、リンゴは何かっていうのに対してリンゴの画像を提示することで、言語がまだわからないような小さな子どもでも理解できるような、そういった応用先が考えられます。また、そういう特性があるので、できるだけ広い、語義に対して画像が付与できることが望まれます。なので、今回は基本 Go データベースレキシードというデータベースを用いて、その中にある、内容語に対してインターネットから画像検索を行って、画像を付与します。高い精度で画像を付与するためには人手で行う必要があるということで、今回は人手で行いました。検索後に2つ目の目標としては、検索後に優先順位を付与することが2つ目の目標です。またその妥当性も評価します。3つ目に画像検索可能な語義、不可能な語義というのはどういう語義があるのかというふうな分析を行いました。まず言語資源の、先ほど申し上げた通りレキシードという言語資源を今回用いるんですが、これは基本語データベース語義別単語総密度っていうんですかね、そこら辺親密度ですかねっていう、親密度です、漢字間違ってるかもしれませんね、というのがありまして、こちらは日本人の 95% 以上が知っていると推定される語を収録しているというものです。中はこういうふうになっていて、ここの見出し語というのが、見出し語というのがこの中に登録されている語になります。収録語数は合計で約2万9000語で、各語の平均語義数が 1.7 語義あるそうです。また収録、語義数は全体で4万8000語義あるということです。またこれらの、見出し語、こちらの見出し語は表記量をある程度吸収していて、例えば玉ねぎという見出し語があった場合には、こちらのひらがなと、漢字での玉ねぎが考えられると思うんですが、代表表記はひらがなの玉ねぎで、表記入れとして、漢字の玉ねぎが登録されています。これは 49,245 語のエントリー中の 11,083 語に登録されているそうです。先ほどの通りですが、こっちの、アーチという語があったときに、それらの親密度がまず計算されていて、アーチとは3つの意味があるというふうに分かれている、ここでは語義があるというふうに分かれていて、それぞれの定義文と例文、またここの、何でしたっけ、ヒノキオントロジーですかね、という、というのがここに追加されていて、このヒノキオントロジーというのが、あるんですが、それが上位語だとか意味クラスだとか、語義親密度といったの、といった情報を付与しています。その画像を付与する実験のために、まず検索語のセットを作成する必要があるので、検索語セットの作成の方法について、説明させていただきます。検索語セットの作成は予備実験の、この実験を行う前に予備実験がありまして、その結果から複数の語義に適切な画像を付与するためには、検索語の拡張が必要であるということが分かっています。また特に同義語による拡張が有効であるということなので、今回先ほどのこちらの同義語、ちょっと見えないですね、同義語があるはずなんですが、同義語という項目に対して特にそれを重要視して拡張を行うということです。
検索語セットの種類になるんですが、検索語というのは例えばアーチという語義があったときに、アーチの後ろにかかるだとか、アーチの後ろに、橋というふうに、アーチなんとかっていうふうのその後ろにつく、言葉を、先ほどのこの歴史度の中からも、抽出するという、タスクになります。まず一つ目が見出し語の中から取ってくるんですが、まず代表表記のみの場合は、そのまま代表表記のみアーチという代表表記のみを取り出します。一番奥ですかねっていうのを取り出します。代表表記がひらがなの場合は表記揺れがある可能性があるので表記揺れを追加します。また、同義語、情報分野、上位語などの関連語それぞれについて、例えばアーチであれば橋と退場みたいな、退場は違うんですかね、アーチ、橋みたいな、そういった、関連語を検索語として取ってきます。また定義文、例文中の特徴的な語を TF-IDF 法によって、最も特徴の高い語を抽出して、それも検索語の中に含めます。画像付与実験のその、優先順位を決めるということなんですが、こちらの今この、5つ、検索語が検索セットが出来上がったんですが、これの優先順位をつけることで、よりこうどの検索語が、このアーチの画像を取ってくるのに役立つのかというふうなのを検索するためにこちらのルールにのっとって優先順位をつけたということです。例えば今ここの例ではアーチという例ではこのタイプ M と P があるんですが、こちらの P の方に分類されて、M の方は単義語もしくは多義語のかつ 高頻度のものが選ばれるんですが、アーチの場合は P だそうです。で P の中で、さらにこのいろんな分類があるんですが、これ順番に見ていってもらうと、見出し語との関係により以下のように並び替えるというふうにあるんですが、このこちらの分野、こちらの分野、文文全体、上位語、下位語の順番でこちらも並んでるんですが、ここですね、ちょっと潰れて見えないかもしれないんですけど、関連語、代表、例文というふうに並んでます。さらに関連語が3つあるんで、さらに細かく分類してあげることで、この優先順位を決めることができます。優先順位の妥当性の評価になります。評価方法としては2つの方法で、こちらのランダム表示法とベスト、優先法という2つの方法がありまして、それぞれにつき、先ほどの歴史度の中から1505語義ずつ選びます。そして、それらで検索した結果、30枚、画像最大30枚の画像を表示して、その中の最も評価の高い5つの画像を、評価します。そのランダム表示法なんですが、ランダム表示法は先ほどのこのアーチであればアーチのこの全ての画像を検索して、その中からランダムで30枚取ってきて、さらにその中で最も高い5つの最も優先度の評価の高い5つの語を取ってくるという方法です。ベスト優先法はこちらの優先度の高い順番で評価をしていき、30枚の画像のうち3枚以上、評価が3以上ってあるんですが、3以上のものが出た時にそこでもう検索をやめるというふうな、方法です。なので例えば、ここまで、この時点でアーチホームランの時点でアーチの画像がもう取れてしまえば、2から5は検索する必要がないので、その検索コストが下がるということです。でまた今、話に出てきたこちらの評価という言葉なんですが、評価というのはこちらの基準で示されています。1から5まであって、5が一番評価の高い、一番ネクタイと検索した場合にはネクタイの画像がまんま出てくるというふうなのが最も適切である。で最も不適切であるのは語義が表現されておらず部分的にも含まれていない全く関係のない画像が出た場合には1というふうに評価されます。優先順位の妥当性評価になります。利用された検索語セットは優先順位の通りに大体出てきているということで、例えば1、最も優先順位高いもの、これちょっとこの画像とは逆になってるんですが、違いますね、優先順位が最も高いものなので、先ほどのこの優先順位をつけた順番で一番上の時にそのマッチする評価される値が高かったものですかね、が1のものが非常に多くて、その中でもベスト優先法の場合はベストの一番優先度の高い状態で画像検索したものが最もその時点でも優先評価が高かったものが多かったということですね。なので
ランダム表示法よりも別優先法の方が、もう一つ目の、検索ワードの、検索セットの時点で、結果が、必要な画像が手に入っているので、このベスト優先法というのはおそらく妥当であるというふうな結果が得られました。またベスト優先法、優先度が1が使用された割合がランダム表示法に比べて、合計で 23% 多かったということなんですが、ちょっとすいません、この画像が、あれ、画像がないんですが、ランダム表示法に比べて、こちらのベスト表示法の方が 23%、最も優先度の高い検索セットが使われたということなので、やはり優先順位、このこちらの優先順位は妥当であるというふうな結果が得られました。また表示可能不可、表示可能で不可能な語の分析になります。品種との関係、他にも品種以外にも、その語義に、語義のクラス、なんですかね、語義の分類っていうんですかね、語義の分類との関係でも、分析をされてたんですが、こちらも時間の関係で今回は省略させていただきます。まず品種との関係なんですが、品種、特に、副詞ですかね、副詞の場合に不可能が 39.9 約 40% あり低いんですが、逆に動詞の場合は約 90% 97.8% が表示可能であるというふうな結果が得られました。しかしながら、この動詞の中でも、動詞の中でも、実際に評価が4以上の、30枚獲得できて、そのうち5枚が最も評価の高いもの、さらにその5枚の中で評価値が4以上のものが、5枚あったものというのが、動詞の場合は 24% しかなく、実際に可能か不可能かと言われれば可能であるが、適切かどうかで言うとそんなに適切でもないというふうな画像が取れていたということです。ですが、全体で見れば 0% の、0枚の場合、全く関係、評価値が4以上のものが0枚だったものが一番多かったのは形容動詞というふうになってました。それ最大で 50%、 約半分が、評価のあまり高くない画像だったということです。まとめて今後の課題になります。辞書レキシードの名詞、動詞、形容詞、副詞類に画像付与実験を行いました。それ、行った単語は 25,481 語に対して、25,481 語で 39,251 語義に対して行いました。これは全体の 94% に画像が可能、画像付与が可能であるということが分かりました。また語義との適合度が高い画像が獲得できた品種は、順番に名詞、特に抽象的な画像を除く名詞、動詞、副詞の順で適合度の高い画像が獲得できました。また今後の課題としては、画像自体の特徴、色や輪郭といった画像自体の特徴や言語的特徴から同時に分析する必要があるということでした。また検索語セットを語義曖昧性解消のための学習データに利用できるということで、検索語セットを用いて学習データを獲得した場合にどのような精度に差が出るかというふうな分析を今後していくそうです。以上で発表を終わります。ありがとうございました。